はい、こんにちは。バトルカーニバル続けてプレイしていきます。なんかこの待機画面がふざけてんだよな。なんか水鉄砲持ってるし。さあ、マップが変わって、カルマってとこですかね。8人対戦。なんかこれ、こういうマップ、例の、あのゲームで見たことあるんだけど、こんなの。なんか、レイコータワー的な感じじゃないですか。まあ、ほぼほぼオーバーウォッチみたいなもんだと思うんだけど。はい、もう一回パーピー使って、M4 で散らしていきます。なんか被っちゃいけないみたいだからね。速攻で選ばないと使えなくなっちゃう。速攻でこの M4 のキャラを選んでいく。このなんか構え、どっかで見たことあるんだよな。CQB スタイルかな。さあ、開幕すぐダッシュして、ちょっとマップがね、いまいちよくわからないんだけど、まあ、左右から真ん中の中心、お、奥に敵がたくさんいるのがわかった。なるほどね、アイルブルー。グレネードぶん投げて、進軍していく。中入って、中で後ろから、この、大きいやつを撃っていく。さあ、横から、二人キルして、さあ赤点が見えるんで、サグッと、おっと、ああ倒したけどやられた。はい、そんな感じでね、ちょっと無理してキルしに行ったのが良くなかったのかもしれないが、3キルして確保。まあ、この調子でね、守っていきましょう。次左行ってみる。おっと、いきなり大きいやつが出てきた。うわ、つか、他にもいっぱいいる。ちょっとやば。これやばいでしょ。うわ、やられた。3対1だよ。きついよ。そして、拠点も取られていく。めっちゃなんかこっち入ってきてんだけど。超入ってきてるでしょ。どうしよう。まあ、一回裏もあるか。あ、赤点が見える。めっちゃ見えるんだけど。はい、頭打っていく。ヘッドショット出して。よーし、ヘッドショットして。さあ、もう一人赤点が見えたか？後ろから？いた！こいつなんか強いイメージない。このキャラ。なんか頭狙いやすいんだよね、あの緑のやつ。ギリースーツ着て。PUBG だと最強の装備で戦っているあいつを。おっと？あいつは確か？おぉ！やる。あ、なに、4対5なの今。きついな。さあ、行くぜ。今度は、グレネードぶん投げて、左から入っていく。今、赤拠点になってるんで、ちょっと取り返したいですね、早めに。で、いたいたいた。さっと、撃って。多分近距離でね、私は近距離が得意なんで、すべて、こう、頭を打っていきたい。うおー、後ろか。こいつは、このキャラでもやっぱ万能だよね。結構強いっていうイメージが。はい、右3人で敵と戦っているんで、左から攻めてた方がいいかな。こういう時は。で、この空洞の中からグレネードを投げてキルしたい。さあ、後ろから入って。敵はどこにいる？いた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 。よし、一人やった。よーし、二人。三人。いける。よーし、四人。さあ、残り一人。どこ行った？倒してくれたか。ナイスですね。もうライフがもう全然ないんだよ、こっちは。どうしよう。いた。おーっと、さすがにきつい。ビスコップっつうの、あれ。違うか、あれは人の名前か。ランブルジャック。さあ、久しぶりに右から攻めていく。
が聞こえないが、いるのか本当に。グレネード。あ、いる。よし、こいつはやれる。で、後ろから。あー、やばい。弾がない。弾がない。すげえいっぱいいるなぁ。うじゃうじゃして。3人ぐらいいたよ。あ、でも結構いい勝負。今負けてますね、これは。ちょっと数、やっぱ1人違うと結構差が出てくるな。さあ、なんとか無双して取り返していきたいとこだ。さあ、入っていく。今見られたね。見られたが、うわ、撃たれた。来てる来てる。うわ、さらに食らった。これはどうしたらいい？グレナード！おっと？ちょっとずつ削られていく。裏から入ろうかな、これはもう。ダメだ。こっち側から見てもしょうがない。さあ、裏入って。多分、表を警戒してるから。ここで、一人で倒していく。リロードして。で、あの、ちっちゃいお姉さん。いたー、ちっちゃいお姉さんを、ってキルしていく。さあ、これで占領できるか。他のキャラは味方が倒してくれたかな。さあ、占領だ。ライフ77からどこまでできるか。いた。いや、結構いる。やばいな。これやばい。ちょっとあんまり相手したくないな。正面からは。さすがにカズの。おっと、味方がナイスアシスト。よーし。無理やり押し込んでいく。おっと？What about this one? いけるか？あ、ダメか。ライフがないんでね、まあ、さっさと死んで持ち返しましょう。さあ、リスポーン。今の状態、左から敵が多く攻め込んできているんで、これは右から行った方がいいかな？味方が左から行ってくれると信じて、さあ、右から入っていく。で、拠点周り。あ、見てるね。あ、あれはやれる。よし、一人やった。ヘッドショットしていく。で、おっきいやつ。近距離で。よーし、なんとか倒した。ハンドガン強い。このなんとかあった時のハンドガンがね、もう役に立ちすぎてて。さあ、占領し返して。まだ負けてんだよな。それでもまだ負けている。出た、あいつ。よーし、倒した。ワンマガジンで、なんとか体力を削り切ることができる。さあ、また来たぞ。でっかいやつ。おっと？大きいやつが来て、グレネード。あ、引っかかった。引っかかった、引っかかった。いてててちょっと一回引こうかな。さあ、隠れて。取られてるんだよな。まあ、取らせるか、一回。うわ、ダメだ。やりますね。さあ、結構いい勝負して。また左に人が多く行ってるから、私は右から。そして今、拠点はこっちが取り返しているところ。敵が右側から入ってきたやつを私が抑えるっていう作戦で。お、早速、回復薬をサクッとキルしていく。で、ちょっとここにいましょうか。ここで、中に入っていくやつを後ろからキルしていきたい。音を聞こう。あ、音、来たね。来た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 。二人三人、二人ぐらいいるぞ。一人行った。What about this one? さあ、スナイパーを後ろから倒していく。さらに、回復役の、お姉さんを、まず大きいやつ倒して。おっと？グレナードアミーゴ！回復役のお姉さん倒してくれた。ナイス味方。いいカバーですね。お、これは勝てんじゃないかな。逆？よーし、勝った。
いや、逆転しましたね。途中危なかったんだけど、なんとか逆転して勝てたんで、よかったです。まあ、結構ね、なんか見たことあるようなマップだけど、まあ似通っちゃうよね。やっぱこういう構成だと。で、このなんか待機画面のこの陽気さ、何なんだこの。ポップな感じの音楽。はい、そんな感じでバトルカーニバル基本無料なんでね、ちょっと気になった方はプレイしてみてください。